青筋トカゲはトカゲ属に分類されるトカゲ。日本においては尖閣諸島のウオツリ島、南小島、北小島及び清翔と男、木島のみに日本国外では中国東部や台湾に分布している。日本国内における古い記録には琉球諸島各地からの報告もあるが、石垣トカゲやバーバートカゲなどの見誤りと思われる。 全長17から22センチメートル、東道長は6.7から7.5センチメートル。尖閣諸島の個体群は、中国の個体群より小型で、体色や鱗に変異が見られる。生態は褐色になり、体側には黒褐色の幅広い縦てが走る。妖体は黒く、黄色い線が3本走り、成中の線は頭部で2分する。妖体の頃は和名の由来となる、 青い筋が見られ、尾が鮮やかな藍色を呈する。メス生体は、幼体児の色彩を残す。体鱗列数は26から28列。講子の大胎部の後面には不規則な大型鱗が集まる。この鱗の配列は左右で異なることもあり、大型鱗が小さく分かれることもある。あと花板はない。海岸付近の低地から山林に生息する。植生は、 動物食で、主に昆虫を食べる。岩場がほとんどで昆虫の少ない尖閣諸島では、カツオドリなどの鳥類のいわゆる、おこぼれである魚肉なども食べる。卵生。6から7月頃、4から9個の卵を産む。日本国内における本種の生息地が限られていること、生息地の中でも最大である、魚釣り島において野生化したヤギにより、 本種の生息環境となりうる植生の改変が確認されたことから平成18年12月に公表された第3次レッドリストにおいて新たに掲載された。2012年8月に公表された第4次レッドリストにおいても引き続き絶滅危惧合ビー類として評価されている。ありがとうございます。